エンジニアリングと評価という切り口ですね、お話をしていきたいと思います。はい、こんにちは、メルカリエンジニアリングオフィスのひろいと申します。もともとはですね、前職とかでエンジニアとか EM をしていました。そこからですね、横断的な課題を解決したいなという気持ちが強くなっていて、今はメルカリで、このエンジニアリングオフィスって職をやっています。まあ、エンジニアリングオフィスって聞いたことない方も多いと思うんですけども、エンジニア組織の横断的な課題をですね、完結する部署になります。今だと例えばデブレルみたいな活動だったり、テック系のドキュメントの効果をどうやって最大化するかとかいう仕組み作りをテックライターと一緒にしたり、あとはこれ今回話す内容になりますが、エンジニア評価周りの課題を解決をしたり、エンジニア採用に特化した改善をしたりとか、あとはエンジニア向けのオンボーディングのプログラムのオーナーだったり、その他特定のプロダクト開発チームに属さないオーダー課題があれば何でも解決するみたいな部署でございます。今日何を話すかですが、メルカリのエンジニアリング組織は組織とサービスの拡大とともに様々な壁にぶつかっています。マイクロサービス化や組織構造の変更などはもちろん、評価もそのうちのぶつかった大きな壁のうちの一つです。実際どういうことが起こったかというと、規模拡大と多様性により基準の一貫性がない状態になったり、多くの組織変更によりですね、連続性の薄い評価になったり、クォーター末に仕事が重なって EM の負担が増加したりということが起こっていました。まあ、様々な課題が発生したんですけども、多くの課題は組織の成長と変化に起因するものでした。これらの課題をですね、いくつかの仕組みや制度の改善という形で解決したんですが、そもそもですね、なぜ起こったのか、どうやって解決したのかというのを本日はお話ししようと思います。今回のニュースが、こんな人におすすめです。まず組織づくりに関わっている人。2つ目、評価で悩みがある評価者の方ですね。EM の方はもちろんなんですけど、普通のマネージャーの方は聞いても面白い内容になっているかなと思います。最後に評価の裏側、マネージャーがですね、評価の時にどんなことを考えているのか知りたい、一般の普通のエンジニアの方でも面白い内容になっているかなと思います。では本日のアジェンダです。まず最初にですね、目指す評価の姿について話をしようと思います。そもそもですね、何を目指すのかというところがずれていると、何が課題か、何を解決したかという話がずれてしまいますので、最初に我々が目指している評価の姿というものを共有いたします。次にですね、メルカリの成長につれて、どんな評価の課題が発生したのか、過去の振り返り、課題の原因について話をしようと思います。その後に最後に、それらの発生した課題に対して、どんなことを我々がしたのか、施策、仕組み作りをいろいろしたんですけども、特にですね、効果が大きかった2つの話、エンジニアリングラダーとコンティニュアスフィードバックの導入について、本日は話をしたいと思います。ということで、まずは目指す評価の姿について話をしていきます。そもそも、評価とは何かということで、ウィキペディアをちょっと見ていこうと思います。評価は、物事、性質、能力などの良し悪しや美醜などを調べて、価値を定めること、品物の値段を定めること、またはその値段とあります。良し悪しを定めるところというのが重要かなと思っています。評価自体はですね、もちろん様々なところで使われるワードなので、もう少し内容を絞って今日は人事効果でも検索しようと思います。人事評価または人事効果とは、従業員の業務の遂行度、業績、能力を評価し、賃金や昇進などの人事施策に反映させる仕組みのこと。6ヶ月や1年など定期的にかつ、継続的に実施されると。会社で行った仕事に対して能力、結果などの観点から評価をして、それを給与や待遇につなげるという感じでしょうか。最後にですね、ちょっとニュアンスが異なるんですけども、最近評価の中に含まれているフィードバックという単語でも調べてみようと思います。フィードバックとはですね、もともと機関と訳されていたそうで、ある系の出力、結果を入力して、原因側に戻す操作のことだそうです。結果情報の伝達、結果に加えて行動の反省や結果を導くための計画立案などの情報も含まれる。評価の結果を出した後、それを計画立案、次の行動を良くするための改善に使うといった感じかなと思います。これらを踏まえた上で、評価は主に2つの役割があると思います。1つ目、会社への貢献の可視化です。良し悪しを定めて、その貢献に応じて賃金や昇進などに反映するということですね。2つ目、成長促進です。反省振り返りにより、次の行動を促して、その時にはもうより良い行動をしようということですね。今日話すのはですね、このうちのこちらの2つを中心に話そうと思います。給与や昇進にですね、どう反映するかっても非常に重要なトピックではあるんですけども、本日はここの内容に関してはあまり取り上げません。給与テーブルをどう作るべきか、給与ってローカライズって必要なのとか、そういった話は対象外ですので、ご承知ください。ではこれらを前提として、どんな評価を目指すべきか。評価、いろいろ重要な点などがあると思います。結局のところですね、現場の納得度が重要なんじゃないかといった話もあるかと思いますが、もう少し今日は分解して、ここに書いてある5つのポイントを我々の評価の目指すべきところとさせていただきます。一つずつ中身を見ていきましょう。評価者と非評価者の共通認識は1つ目です。マネージャーとメンバーで評価をなぜやるのか、
どんな場で何を話すのか認識が一致している必要があるということです。評価はですね、法律でやり方が定められているわけではありません。やり方は人それぞれです。場合によってはメンバーごとに伝え方を変えているというマネージャーの方もいます。そもそもですね、評価が給与変更の話だと思っている人にですね、成長の話をしても要は響きづらいということですね。マネージャーはここをもっと改善しようという話をしているのに、メンバーは早く給与の話にならないかなと思っているかもしれません。こういうズレをなくす必要があります。2つ目、アクショナブル、実行可能であることです。ここにですね、3つの吹き出しがあります。例としてですね、多くの人が経験したことがある議事録を題材に使っています。一番上、最近いい感じだね、その調子で頑張って。これだとですね、何を話しているのかがちょっと分かりませんと。なので、もちろん前後の会話によってですね、これが明確ですってこともあるとは思うんですけども、これだけではフィードバックの情報としては不十分で、何がいい感じなのか、何をもう一度やればいいのかということが分からないので、良い評価だとしても再現性がないですと。この評価をもとに次何をしていいかというのが分かりませんと。真ん中を見ています。議事録という単語が出ていますね。このレベルでどうやら議事録について言われていて、そのやり方を引き続きやるのが良さそうだということが分かります。さらに一番下、さらに細かく話していますね。ポイントがどこなのか、何をもう一度やればいいとされているのかが分かります。なので、これを次はやれば、次はもう一回サマリを作ればきっと成功になるんだなみたいな感じでアクショナブルです。上から下に行くにつれて、成功の再現のために何をすればいいかが分かりやすくなっています。今回はポジティブなフィードバックを例を題材にしていますが、ネガティブでも同じです。何が悪いのか、指摘内容が明確であるほど実行に移しやすいアクショナブルなフィードバックとなります。1点注意なのですが、いつもアクショナブルな評価をする必要があるというわけではありません。時にはコーチングのように教えるのではなく、相手から引き出すという手法も必要です。またですね、代案を持ってないし、もしくは言語が不十分という状態で違和感があるから伝えたいということもあると思います。ケースバイケースで最適なものは変わると思いますが、常にアクショナブルであるという必要があるというわけではないです。ただですね、いつもアクショナブルな評価じゃないもの、ふわっとした評価をしていると信頼不足につながることが多いです。なのでベースとしてアクショナブルなフィードバックをする、その上でより個別化していくというのがおすすめです。3つ目、連続性です。評価を成長促進という観点で見た際に、PDCA サイクルではないですが、積み重ねが必要となってきます。何が悪かったのか、良かったのかを伝えて終わりではなくて、次の評価でそこが改善されたのか、良いところがキープできているのかということをチェックする必要があります。ただのチェックで終わらせず、改善サイクルとして回っていることが成長につながります。4つ目、基準の一貫性です。評価は多くの場合、給与、処遇に直結します。その人の生活に直結する、すごい大事なことになります。そのため一貫性がなかったり、マネージャーごとに言うことが違うとなったら、不満や離職の原因となります。それを防ぐために一貫性のある基準が重要です。5つ目、とはいえ評価自体はビジネスとして何か直接価値を生み出す活動ではありません。評価の満足度が低いからといって、それに対していくつもコストをかけていい、どんなでもコストをかけていいというわけではありません。バランスが重要です。今回はメルカリという企業において、どんな問題が発生して、どのような評価に関する改善を行ったかという話をしますが、同じ問題がどこの会社でも起こるというわけではないですし、ステージによって何をすべきかは異なります。人数が小さい規模の会社であれば、誰が何をやっているか全部社長わかる、全部 CTO わかる、だから仕組みはいらないということもあると思います。必ずしも時間をかけることが良い評価ではないという点が重要です。その逆もただしかりです。コストをかけない評価がいいというわけではありません。成長促進やリテンションリスクを下げるといったプラスの側面とバランスが取れていて、コストパフォーマンスが高いということが重要だと思っています。以上5つのポイント、評価者と非評価者の共通認識、アクショナブル、連続性、基準の一貫性、コストパフォーマンス、これらが満たされているものを良い評価、目指す評価とした上で、メルカリの評価を実際に見ていきましょう。ここからのテーマは、メルカリの成長に伴ってどんな課題が評価において発生したのかというものを見ていこうと思います。まずメルカリの成長を見ていきましょう。このグラフはですね、一番右のデータはですね、2020年の9月くらいの情報に当たります。ちょっと古いデータです。この当時何が起きていたのか、真ん中より少し右あたり、2018年2019年度あたりを見ています。ここですね。この時期メルカリは急成長しています。実にですね、795人から1786人ということで、約1年半で 2.2 倍ちょいに人数が増えました。これがもちろん10人から25人とかだったら別なんですけども、1000人増えているので、すごい文化の変化などが起こったんですね。この急成長の中でどんなことが発生したのか、会社の規模、働き方の期待値の多様化、社員のバックグラウンドの多様化、サイロ化、すり合わせ作業の増大、チーム変更が頻発、いろんなことが起こりました。細
かく見ていきましょう。一つ目、会社の規模が違うとですね、求める働き方が変わります。例えば100人の時に入った時に、100人の会社に入るモチベーションの人っていろいろ理由があると思うんですね。全部の仕組みが見れるからとか、エンジニアの場合であれば、フロントエンド、バックエンド、プラットフォーム全部のやつが見れるからとか、そういうのがあると思います。1000人になると仕組みが必要になってくるんで、分かれてるのが当たり前ですと。実際転職をするときに、小さい会社を目指しています、大きい会社に行きたいですみたいなのがあると思うんですね。なので求めているものが違う人が同じ会社にいるということが起こったんですね。2つ目です。バックグラウンドと言語です。日本語、英語、いろいろもちろん文化も全く違う状態が発生したんですね。今だと、もう英語を使っている英語話者、非日本語の使っている人が 50% を超えています。文化に関してはですね、特に日本、海外という分け方ではなくて、さらに細分化されます。海外の中でもインドの人たちが持っている文化、西洋の方が持っている文化、全然違います。3つ目、組織の再録化が起こりました。規模が小さい時はですね、エンジニア全員知り合いという感じでした。評価をするレイヤーの人からすると、会話する際に出てくる人、全員知っているのが当たり前みたいな状態でした。それがですね、数百人規模になると、再録化は当然進んでいきます。知らない人が増えるのはもちろん、それぞれのチームや組織やゴールが分割されます。なので、コミュニケーションを通常行う範囲も絞られていきます。そうすると複数の文化が形成されやすくなるんですね。次にですね、すり合わせ作業が増えました。規模が大きくなると、レイヤーが2つ、3つ、4つと増えていきます。そうじゃない会社さんももちろんあると思うんですけども、メルカリの場合はレイヤー化するという手段を選びました。例えば、技術領域ごとにチームが分かれているとしたら、クライアントの EM が集まって評価、次に開発全体で評価、次にメルカリ社内、最後にメルカリグループという感じで、どん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 レイヤーごとに評価をしていくという形になるんですね。最後に、急速に成長すると、それと同時に組織変更やチームの再編も行われます。この時期のメルカリではですね、半年以内に移動を経験した人がなんと半数以上という状態でした。もともとですね、メルカリではプロジェクトや開発物に合わせて組織を最適化するという文化が強かったので、開発物の移り変わりによっても変化するということが大きかったです。その2つが合わさって、すごい組織変更と移動が頻発するという状態が続いていました。その結果、評価の現場でどのようなことが起こったのでしょうか。まずはですね、基準の一貫性の欠如というものが発生しました。曖昧な単語やですね、バリューベースだと、そもそも文化的な理由や言語的な理由でずれやすいです。例えば、ゴーボールドという単語を1つとっても、そもそもアメリカやイギリスの人は、自分の言語としてゴーボールドと言っているわけですけども、他の海外の方々はゴーボールドという単語を、なんとなく分かってはいるものの、自分のバックグラウンドに合わせてそれを理解しているわけですね。なので、結果、求められる理想の行動のイメージが変わります。先ほど言ったベンチャーと大企業で生徒される行動って違うこともありますよね。ベンチャーにとっての多分ゴーボールドな行動って、大企業にとってのゴーボールドな行動とかなり違うと思います。一般的にベンチャーの方が速度感が速かったりしますよね。2つ目、連続性の推評価になりました。評価者がよく変わることが実際起こりましたと。チームが変わります、マネージャーが変わります。ってことは評価者も変わりますと。なので、メンバーのキャリアへの思考や過去を知った上で積み重ねていくっていう行動がどうしても難しくなりました。そもそもマネージャーが変わったら信頼関係を築くところからスタートってことも多いですよね。あとは後で説明するんですが、当時 EM の負荷も非常に大きかったです。なので引き継ぎ自体が不十分なケースもありました。3つ目、 EM のコストの増大です。レイヤーが増加したことによってですね、説明責任が増しました。すり合わせコストが上がったりですね、また当時四半期イベントが非常に多かったんですね。またですね、メルカリにはピアレビューというマネージャー以外の誰からでも評価をもらえるというのがあります。これはですね、自分のマネージャー以外のマネージャーから評価をもらうみたいなことも可能なんですね。マネージャーは基本的にいろいろなチームとコミュニケーションのハブとなっていることが多いです。結果ですね、基本的には EM はいろんなチームのメンバーからピアレビューを依頼されるっていう状態が発生していました。20人から依頼されるみたいなことが頻発してたんですね。チームが変わるたびに関係性構築も必要だし、文化が多様な EM と方向性も合わせていかなきゃいけないしということで、当時 EM のコストがすごい増大していました。ではこれらの結果、目指す評価の5つのポイントはどうなっていたか。少なくともですね、この4つはかなり課題が大きかったです。アクショナブルに関してはですね、マネージャー依存の部分が大きくて、できている人、できていない人がいたとは思います。ただ負荷の観点から他と比べて課題が少なかったとしても十分と言える状態ではなかったかと思います。ではこれらの課題に対してどう対応していたのかを話していこうと思います。1つ目の解決策がエンジニアリングダラーです。特徴が主に3つあります。
Thank you.